はい、皆さんこんにちは、坂キャッツ氏でございます。4時を回りました。今日はね、相談のお客様がお見えになっててですね、先ほどまでいらっしゃったんですけどね、日経平均は結局プラス115で終わったんですか。はい、ドル円ね、139.8 で140 ちょっと顔を出したみたいですけどね、いまいち上りきらん。香港結局369 マイナスで引けましたね。原油 72.09 ちょっと戻してドルウォン1325、うにゃうにゃですね。結局うにゃうにゃですか。はい、さて、昨日からですね、もう笑いかというニュースになってますけども、これですね、首相適切さを書き遺憾、翔太郎秘書官が公邸内で記念写真。これ昨日の19時10分に出た記事でまたやったあんたみたいな感じですね。岸田文雄首相は25日、首相の長男で首相秘書官の翔太郎氏が首相公邸内で、親族と記念写真を撮るなど不適切な行動をしたとの週刊誌報道をめぐり、適切さを欠くものであり、国民の不信を買うようなことがあるならば誠に遺憾だと述べた。翔太郎氏には厳しく注意を行ったとする一方、緊張感を持って対応してもらいたいと更迭などは否定した。官邸で記者団の取材に答えたと。まあお父ちゃんも大変ですね、ほんまにね。お父ちゃん大変やわ、ほんまに。まあそれ以上の騒ぎにはなっていない、ですかね。はい、しかしまあ日本中にですね、こう親バカぶりとですね、バカ息子ぶりをですね、こう広報してしまってましてですね、もう翔太郎君はあれですね、そのうち岸ちゃんが引退するときに地盤を継いで、あれですね、あのバカ千代みたいにですね、衆議院議員になるんでしょうね。どんな衆議院議員になるんでしょうね。まあその彼がですね、翔太郎先生が、その総理大臣を狙うような年になるまで私は多分生きてないんで、もう勝手にせいやっていう話ですけど、まあ、なんとも情けないというか、あのアホらしいというかですね、呆れ返るというか、最初は何でしたっけ。最初はそうですね、どっかのテレビ局のお姉ちゃん記者に漏らしたんですよね。なんか人事を漏らしたのが始まって、あとはロンドンとパリ行ってですね、大使館の車で観光してたわけですね。それで、今度は写真ですか。全然こうどう言いましょうね、そのこう反省している感じはしませんけどね。ということはこれまた何かやるんちゃうでしょうかね。そもそもね、首相官邸におけるですね、秘書官っていうの数は限られてるわけであって、バカ息子はね、本当は賢いんやと、いろいろこうアイデアを持ってくるんやと言うなら話は別ですけど、どうもそんな感じでもなさそう、ただのバカ息子ちゃうのということはですね、マイナスでしかないわけでしょ、岸田にとっては。まあ、そのマイナスでしかないバカ息子をね、置いとくというのはただの親バカでしょ。で、その辺のね、創業社長がね、うちのバカ息子やね、なんとか面倒見立ってくれやって、まあちょっとって目つぶたってくれやって言うてもらえた話は分かるんですけど、日本国でしょ、日本国の中枢総理官邸にですね、身内やからといってですね、バカ息子を置いとくっていう、その感覚は何やねん一体って。お前ふざけんなよって話ですね。普通に考えたらそうなるでしょ。そうなってるわけですよ。ほんで、お父ちゃん一生懸命ですね、G7 頑張ってですね、
まあここのところの日本で開催された G7 の中ではですね、一番評価高いやんということになってるわけですよ、ゼレちゃんまで読んで。でまあそつなくこなしたわけですよ。でみんな原爆資料館連れてって、よっしゃ岸田ってええ仕事したと、というふうに思われているのにですね、このバカ息子の一発でですねパーンと飛んでしまいますアホかいなっていう。でこう多分バカ息子はですね、自分が何をやってるのかってよう分かってないと思うんですよね。自分が何やってるかよう分かってないやつをですね、高いですね給料払ってですね、こう税金で給料払ってるんですよ。置いとくなよと。もっとマシなね、記者にちゃんとね助言ができるね賢い人置いとけよと。いくらでもおるやろそんなもん、はっきり言うてバカ息子を どかしてですね、もっとこうブレーンになりそうな人をですね入れるっていうのは、いくらでも やれるっていう人いますし、やりたいっていう人もいるでしょう。バカ息子よりマシやんと思うでしょう。だからバカ息子別にね、だから前も言ったように地元に張り付かしたらいいんですよ。地元に張り付かしてですね、ドブ板をやると、そうやってやっぱしですね苦労して、地元で顔を打ってですね、地元のじいさんどもにですね小付回されてですね、おばあちゃんどもの相手をしてですね、それでね地盤を固めりゃね、こんなに強いね、2世は2世というかもう3世4世ですけど、まあね、次の世代ですねは、いなくなるはずなんですよ。こんなチャラ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 してとろくな政治家ならへんやと思ってしまうやん、ほんまに。岸田はまだ68ぐらいですから、下手10年はあるわけですよ、生きてりゃね、健康であれば。10年間地元に入り付けして地元専属の秘書にしたらいいんですよ、ほんまに。それでねきちんとできたらね、東京に呼んでやればいいわけだって。何をやってるんやろって。子供ガキ一つですね、バカ息子一つコントロールできないのに、君は日本国をコントロールしてるんか最近ねその大きな問題に直面してないからですね、何も考えてへん岸田でもですね、なんかうまくいってるように見えますけどですね、なんかあってね、俺岸田アホとかっていう話になった時に、あんなアホ息子バカ息子置いとくやない、置いとけやからなというふうに言われるんですよ。今は言われないですよ。ああアホやなあいつそれで済むかも分かりませんけどもですね、何かあるってですね、いざ評価がマイナスに下ってくるとですね、こんなものすごい材料やん。そうでしょ。ですね、バイデンもバカ息子ハンターのせいでですね、えらい目に遭ってるわけですよ。それを考えればね、やっとそういう判断はないんちゃうのと思いますけどね。でこれ国民が、まあ、みんなですね、はあはあみたいななってるわけでしょ。でまあね、普通の人がこれやったらね、もう一発アウトでしょ。バカ息子やが許されてるってみんな世間思うわけでしょ。実際そう通りやん。もう3回やってるよ、3回。1回目は致命的やったやん。どっかのテレビ局の綺麗なお姉ちゃんにですね、何をしたんか知りませんけども、漏らしてるわけでしょ、人事をもうその時点でアウトでしょ。その時点でアウト で2回目はパリとロンドンで大使館の車使って買い物してるわけでしょ。もうそれはアウトでしょ、はっきり言うて。ほんまにもうこれ3アウトチェンジやん、急で今回3発目。まあ一番緩いって言ったら緩いかもしれないね、ただ写真撮っただけやったらね。でもまだ何か出てくるかわからんや、そんな。でこれ4発目があるかもわからんや。やり読んでほんまにほんまにね、なんていうかこれ笑い話でまだ住んでるさかいね、いいようなもんですよ、笑い話で。笑い話で済まへんかったらどうなのこれ済まへんようなことになったらどうなるんですかと、いうことですよね。歴代総理でバカ息子を入れて官邸に入れてですね、うまくいった例なんてあるんですかね。聞いたことないですけどね。はい、まあということでございましてですね、今大きな問題にはなっておりませんけどもですね、何かあればですね、これはですね、どう言いますかね、公益、立派なですね公益材料になってですね、お父ちゃんまたですね苦労しなあかんと泣いて馬謖を切るという
故事をですね、もうちょっとですね、噛み締めるべき、ではないでしょうかね。はい、ということで、この産経新聞のですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。